はい、どうも花見です。ドキドキサバイバル海辺のシークレット雪村聖地ルートの最終回やっていきます。では最後の日に行きましょう。8月2日じゃあ彼らは8月4日ぐらいまでやるんだね。いいなぁいさせてよここに桟橋。あんなクソデカ船一体どこに置いてたんだよ。いつも誘拐してたんかな、太平洋とかを。遊覧、遊覧っていうのかな。まあ、ここは端折りましょうかね。お父さん演技が上手だった。お父さん演技うますぎるよ決意イベントね。ネタバレするんで CG が。ここは端折りますわ。よし、直接だと言いにくいでしょ。そうね。それじゃああなたの相手教えてくれないさてさて、告白の準備に行きましょうか。雪村くん、いやーでも海編結構やったんじゃない。阿久津瑞希はじめ、跡部大鳥くんね、で雪村くんだから結構ね、やっぱ山よりやってるよね。今回は雪村くん、誠一さんだよね。やっぱ誠一さん誰やねんって思いそう小日向、多分分かったんだ。それで私はね、よく下の名前わかるね。誠一さんって言って分かった誰ってなりそうだけど、下の名前はちょっと分かんないよなみたいな。誠一さんまだかな、来てくれるといいんだけど。俺がどうしたって。うわ、もう独り言で言ってたんか。あー、誠一さん。小日向さんに君がここで待ってるって聞いてね。俺に話があるんだって。だよ。あ、はい、そのうん、は待ってくれるシステム。私その誠一さんに言いたいことが分かってるよ。分かってるよ。え、でもやっぱりこういう場合は俺から言った方がいいね。おーい、好きだよ、付き合ってほしい。うわうわ祭りじゃん、祭りだ。え、返事はどうかな、はいありがとう。うーわ、ドストレート、ドストレートタイプだったか雪村くんも。付き合ってほしい。ああ、やっぱり直接聞くと違うものだね。いくら確信があったとしても。確信あったんすかだいぶ辻元変なこと言っとったけど、確信あった、あれで確信あった。ああ、誠一さんありがとう、俺の気持ちを受け入れてくれて。いや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 、そんな、私こそありがとうですよ君を見ているとすごく幸せだ、本当に好きだよ。うわー、私もです、大好きです誠一さん。うわ、ドストレートやんけドストレートやんけ肉汁こぼれとるやんけあー、終わった。お疲れ様でした。なんだろう、なんかねー、なんだろう、これが私の雪村くんへの気持ちの差なのかもしれないですけど、なんか阿久津仁とか他の人とか大鳥くんとかやってた時って、だから別にバカにしてるとかそんなわけじゃないんですけど、なんかね面白くなっちゃうんですよなんか面白くなっちゃうんだけど、雪村くんに関してはなんだろう、恥ずかしくなってきちゃううわーみたいな、うわそんなそんなみたいな、そんな気持ちになっちゃうですよね雪村くん。いやー、よかったの告白のシーン、確信があったんですね辻元。だいぶさ雪村くん、あ、辻元は気づいてないってことか。そうか、雪村くんは辻元が雪村自分のことを好きってのはわかるけど、辻元はまさか、まあ雪村誠一さんと
まあ仲はいいけど恋仲にはならないよねみたいな、そういう感情だったよね。辻本のその感情をどう持っていくかっていうのは池村くんの中での課題だったのかな、そういうことかな。なんか久々に聞いたなこの曲山編2回連続やりましたからね、押したりさんと赤谷やったんで久しぶりですね。アトバイさんもいや雪村くんいいな、やっぱ優しいよね、まあ、ちょっと男を感じるなとは思いますよね。なんか最初出た時さ、単行本とか週刊少年ジャンプで出た時ってあの入院していた顔だったじゃないですか。であの時見た時にえこの人が部長なのみたいな、真田じゃないのみたいな思って、雪村くんが優しすぎる顔してたから、いや本当にあの恐ろしい軍団の部長してんのみたいな思ってたんですけどね。まあ、その後だいぶあれですよね、そう試合めちゃくちゃ強いとかやっぱみんなを指導する態度とかがやっぱ部長だなっていうのが後々じわじわと分かっていくっていうのがあって、あの優しい顔もコートの中の顔も両方雪村くんなんだけど、最近どっちかっていうとその優しい顔の雪村くんの方が私のイメージ強くなってってますね。まああとあれじゃん、イップスをするときっていうあの全国大会決勝のときさ、あのときは読者って声楽目線じゃないですかほとんど、まあ立会のファンの人は いらっしゃったと思うんですけど、ぶっちゃけ私も越前龍馬の目線というかその青春学園を長らく見てきたからその目線で読んでたから、だから敵は雪村くんだからちょっと怖いとかそういう印象をね思いますけど、新テニスになるともうみんながチームだから、その怖いとか怖いっていうか強いとかなんかそういうイメージがちょっと弱まって、みんな仲間みたいな、みんな優しいみたいな、雪村くんはねやっぱ優しい人ですよ並んでるねドセンターに辻元とかどんな強い女やねんいやかっこいいな、やっぱ優しい雪村くんは、優しい優しいしか言ってない。ウォールライ、はい、いっぱい叫んだから喉乾いただろ。なんで制服で行くのかっこいい、ありがとうございます。うん、おいしい。もう敬語やめたらもういいじゃん、付き合っとるよそれはよかった、かわいい、最高だ。それにしても誠一さん全然怖がってなかったですね。そうかい、さっきのお化け屋敷いきなりお化けの人が出てきたのに笑ってたじゃないですか嫌だなお化け役の人、全然怖がんねえじゃんこの人みたいな。あれは悲鳴を上げて抱きついてきた君が可愛かったからね、見とれてただけだよ楽しんでもうちょっともうちょっとその現場の雰囲気を楽しんで、またそんな恥ずかしいことをさらっと。じゃあその前に乗ったジェットコースター一番前だったのに落ち着いてたじゃないですか。そうだね、回転する景色が面白かったし、面白かった、それに目を閉じて悲鳴を上げてる君を見てたからね前を見ろ前を見ろ、楽しかったよ横を見るな、前を見ろ、まあ楽しみどころが違いますよ、景色と景色見るのはいいけど楽しみ方。大丈夫、俺は俺なりに楽しんでるよ。本当に？君は俺が怖がってたり驚いてないと楽しくないのか。いやそういう話じゃないんですよ、そういう話じゃないよ、楽しみ方ね。そんなことないです、誠一さんと遊園地に来られただけですごく嬉しいです。でもですね、ふとした疑問ができたんです。へえ、どんな疑問だい？誠一さんの怖いものって何ですか？あ
俺の怖いものを知りたくなったのか。なんだろうね、なんだろう。だって誠一さんいつも穏やかに笑ってるから。でもびっくりしたとかは多分あると思うよ、雪村くんね。わーって驚かしたら、わーびっくりしたみたいな、まあ、驚き方が人よりは断然落ち着いてると思うけど。あ、もちろん笑ってくれてる顔大好きですし、怖がらせたいとかそういうわけじゃないんですけど、俺の意外な表情が見たいとか。ああ、そう、それです。そうか、俺の意外な表情か。そうだな、君にキスするときは結構余裕がない顔してると思うけど。は？は？は？クソデカはだよ。その時は私の方がもっと余裕がなくて観察できないですよ。そうかい、じゃあそうだな。そうだな。なあ、悲しそうな顔させたいんだったら確実な手があるよ。え、どんなですか？俺は君に嫌いって言われるのが何より悲しいし怖いからね。言えるわけないじゃないですか、そんなこと。言えないですよ。え、試してみるかい？言えない。そう言っておいて試させようとする雪村、すごいサイコパス。そんなの言えるわけないです。嘘でもそんなこと言えないし、言った私が泣いちゃいそうです。そうか、嬉しいよ。でも君を泣かせるのは嫌だな。先手を打ってくんな。私だって誠一さんの悲しい顔なんて見たくないです。だったらこれからもずっと二人で笑っていようよ。あ、そうですね。何最後引いてんの。辻元何最後引いてんねん。デニスの王子様、ドキドキサバイバル。めっちゃ眠そうやんか。はい、雪村誠一ルート終わりました。じゃあ恒例のおまけモードで、CG ギャラリーでも見に行きましょうかね。おーよい、結構増えたんでは。ごめんね。ね、1,2,3,4,5 5人目ですよ。いいねいいね。これ誰？この赤色、六角かな。え、六角めっちゃおらん。何人いる？青井健太郎でしょ、バネさん、ダビデ、サエさん。あ、4人か。あ、なら多いか。うおー、めっちゃ可愛いんだが。めっちゃ可愛いんだがって感じ。いやー、キスされてるんですね。はい。はい、ありがとうございます。めちゃくちゃ良かったな。やっぱこのさ、ヘアバンドなし雪村くんも可愛いよね。この雪村くんの髪型って可愛いな。センター分けじゃなくなるんだよな、3年後。何を思い立ってあの髪型にしたんだろうね。モテる大学生じゃん、あれ。どうしたんだよ。何があったの。ずっと幼少期からね、このセンター分けだったのに。3年後の王子様ね、髪型ガラッと変わりましたからね。ありゃ大変だ。ありゃ大変だ。あったね、あったね。謎メンツ、謎メンツ花畑ですよ。面白すぎる。辻元どのアングルで写真撮ってんの。すごいね、土下座してからのアングルしてんのこれ。どっから構えてんのカメラこれ。面白えな。はい、ということで雪村誠一ルート終わりました。いやー、なんか一回もセーブ&ロードしてないんじゃないですかね、多分。すごい順調、めちゃくちゃ良かった。何回やっても好きだわ。思い出す、あーあったあったみたいなこと考えながらやってたけど。めちゃくちゃやばかったわこれ。本当に素晴らしい雪村くん、最高ですね。あ、増えてってるのも嬉しいですね。
はい、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。雪村誠一類と最後まで、お付き合いくださいましてありがとうございました。じゃあ次回ですね、またどっちかやってセーブ読み込みして、隠しルートも出しつつやっていこうかなって思いますので、どうぞまた次回もよろしくお願いいたします。じゃあ今日はご視聴ありがとうございました。